ただの本屋ではないと本能で嗅ぎつけた鈴木さん。その読み通り、ほらインテリア売ってるよ。あるインテリア売ってるよ。あ、本当だ本当だ。こちらは雑貨も充実の書店。ただの本屋だと思っていたガイドの知識をも上回る鈴木さんの買い物センサー、さすがです。かわいい本屋さん。おー、早い、とにかく早い。さらにお気に入りを探す鈴木さん。これ何？お、マグネット。あ、食べたい。これ食べたい。限界の人がいる。タコス、タコス食べたい。なるほど、わかったよ。というわけでようやく買い物を切り上げ、お腹空いたね、ごめんね。よかった、タコス。ごめんごめんごめん。ガイド念願の昼食へのはずが、ね、あ、ちょっと待って。え、何？見る見る、かわいい。何？待って、洋服も欲しい。本当。またしても昼食そっちのけでショッピング。メキシコならではのカラフルな民族衣装に鈴木さんがっちりと食いついて。いいね、色鮮やかでメキシコっぽいじゃん。ちょっと、あ、お、可愛いんじゃないこれ。どう？色が綺麗。あ、どう？綺麗。いい色。そして時間など気にせず試着。大丈夫？大丈夫だよ、できたよ。はい、待ってます。うわ、すごい綺麗。サイズもぴったり、何でも着こなす。いい、ね、色綺麗だよね、これ、いいな、買う。これ買う。お気に入りのワンピースをゲットし、今度こそようやくガイド一押しの場所でランチタイム。こちらは市場で選んだ新鮮な野菜や肉をその場で調理し、トルティーヤにくるんで食べられる人気のスポット。あ、肉焼けた、すごい。トルティーヤ、これからタコス作りましょう。そうです、自分でやるんだ。これを好きに入れるんだね。いや、そうですね。なるほど、アボガド、もう何でも入れちゃうんだね。そうだよね。いただきます。気になる本場の味と鈴木さんがリアクションする前に、うーん、いいな、うまい。お腹すいてたからね、おいしいね。そうだよね。日本で食べる味とはまた違う現地っぽさがいいね。肉焼いて持ってきて、好きなの入れて。ようやくお腹も満たされたところで、次はどうしようか。どうしようか。おすすめの場所へって書いてあるんだけど。はい、ちなみにガイドのおすすめは、あ、マサイとかスーパーとかですが、なんかオリジナルで、うん、オリジナル、なんかオーダーメイドとかで雑貨作れるところってある？あ、ま、雑貨大好きある。そこで急遽オリジナルな雑貨が作れる工房へ。